河野さん、 G1 サミット2012ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。今年の統一テーマが日本再創造に向けたビジョンと行動ということになっておりまして、日本をどういうふうに作り直していくのか、元気にしていくのか、河野さんのビジョンをまず聞かせてください。ここのところ問題をずっと先送り、いろんなものを先送りしてきたと思うんですけども、やっぱり21世紀というのは日本を超えて世界の中でどうしていくかっていうのがやっぱり企業も人材も求められると思いますので、世界に直結した日本にするように、問題を先送りするんではなくて、分かっている問題は先に取り込んで解決していく、そういう日本にならないといかんと思いますね。解決できる国、先送りしない国にしていくためにはいろいろとやらなければならない方多いと思うんですが、河野さんはどういう行動を今年これから起こしていきますか。何を置いてもまず政治が安定するというのが大事で、今我々野党ですけども、なんか与党の足を引っ張ってるだけのような気がするんで、そうじゃなくて自分が野党の時には与党にきちっと統治をさせる、で問題をどんどん指摘をして議論をする、自分が与党になったらしっかりグリップを効かせて統治をしていく、そういう政治をやっぱりしていかなきゃいかんと思うんで、野党の時にきちんとそういうルールを作って、与党になったらそのルールで我々がやるよというのが正しいあるべき野党の姿だと思ってますんで。それはあまり簡単な話ではないと思うんですが。いや、そこは野党のリーダーがしっかりしてればできる話なんで、まずちゃんと野党のリーダーになれるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。